ルイーズ・ミシェル、ルイーズ・ミシェル、ルイーズ・ミヒエル、1830年5月29日オート、イコール、マルヌケン・ブロンクールイコールライコールコテウマルから1905年1月9日、マルセイユボツは、フランスの無政府主義者であり、パリコミューンで活躍した人物の一人。初めて国旗を掲げ、これを無政府主義運動の旗印とした人物である。アンジョルラ、アンジアルロスという筆名を持つ。 早くから教育に関心を持ち、数年間教団に立った後の1856年に26歳でパリへ移った。パリでは文学、教育学、政治、行動主義への関心を深め、ブランキ主義者、1860年代のパリの革命主義者、及びオーギュスト・ブランキ参照ラとの交友を持つ。1871年にはパリコミューンに積極的に加わり、 後方のみならず、最前線でも活動した。同年5月に拘束されて、ニューカレドニアイと追放処分となり、ここで無政府主義に開眼。1880年にフランスへ帰国した際には非常な人望を獲得しており、プロレタリアを支援するデモや集会を数多く先導した。依然として、警察の監視対象となっており、幾度も投獄を経験するが、これにあぐむことなく、 フランス全国において影響力のある政治活動を継続、74歳で没するまで、この姿勢を変えることがなかった。ルイーズ・ミシェルは、パリコミューンの立役者の一人であり、また1860年代における革命主義的な教育運動を代表する人物の一人である。革命思想や無政府主義思想における影響力は、現在もなお衰えていない。 ルイーズ・ミシェルは1830年5月29日王と、イコール、マルヌケン・ブロンクールイコールライコールコテに、ブロンクール城の主である、エティエンヌ・シャルル・ズマイと使用人、マリアンヌ・ミシェルの娘として生まれた。なお実際の父親は、エティエンヌ・シャルルの息子ロラン・ズマイであったと考えられている。ルイーズは、エティエンヌ・シャルルズマイの両親、彼女は彼らを、 祖父母と呼んでいるの家で育てられることとなるが、幼少期から思いやりあふれる豊かな精神性を見せており、幸福な少女時代であったと考えられている。ボルテールやルソーを読む傍らで自由な教育を受け、教養を育む日々であった。1851年からオートイコール、マルヌ県小門にて学業を続け、ここで今日の教員資格に相当する助教師の免状を獲得する。 しかし、第二帝政政府への宣誓を拒否し、22歳であった1852年9月に、オドロンクル、オート、イコール、マルヌ県において、自由学校を設立。パリ赴任までの1年間ここで教鞭を取った。1854年クレモン、同じく、オートイコール、マルヌ県に学校を開くものの、教団に立ったのはやはり1年間のみであった。 オデュロンクールにおいては、当時禁じられていたラ・マルセイエーズを生に向けて毎日2回歌うなど、彼女の教育姿勢には、共和主義色が明瞭であったため、当局から開国を受けることもしばしばであった。1856年、ミシェルはパリに移り、シャトード界隈で教職に就く。当時は、ボワイエプ人のもとに寄宿しており、夫人とは、 親類のような関係を長く続けることとなった。この頃が積極的な活動の時代の幕開けである。この後15年間にわたり、彼女は教職を離れることがなかった。1865年、うどん通り、リゅうど24番地に通学生の学校を開き、さらに1868年には、うど通り、リゅうどっとに一校を設置している。職業学校や世俗の 教会関係ではない孤児院といった当時としては、非常に先進的な理念に共鳴していた。文学にも関心を持ち、アンジョルラという筆名で書いた詩を、はじめ様々な文章を発表している。文筆で身を立てることを期待していたとも言われる。当時の著名人筆頭であり、敬意の的であったビクトル・ユゴーとも間もなく、地得、へ、1850年から1879年までには、 ユゴーと文通を続けしも数編を送っている。ミシェルはユゴーの魅力に熱を上げており、二人の間には生まれて間もなく、サトコに出されたビクトリーヌという子供がいるとさえ言われることがあるが、これは未だに推測の息を出ない。ユゴーは、クラキユダヤ女ユデとジュディス・エル・エー、ソンバージ・ア・ウィーブあるいは、ローマ・ジョアリア、アリア・エル・エー・ロマイネーなどといった数奇で悲劇的な命運をたどる。 女の名彼女に言及していたと言われる。この頃に革命主義の人脈に加わって、ジュール・バレ、ウージェ・ヌ・バルラン、ラウル・リモル、エミール・ウデ、といった人物と交流し、人民の叫び、ルクリー・ディー・ユー・パープラなどの反体制指数詞に参加した。1862年、詩人組合、ユニオンデ・デポットに加盟。1869年には労働者支援を目的として、 民主共設協会、ソーシティ・デマクリティックでモリラゼーションに加盟。この時代のミシェルは、ブランキ主義者、すなわちオーギュスト・ブランキの思想を基礎とする革命的、社会主義的共和主義運動の信奉者であった。不仏戦争のただ中であった1870年8月、ミシェルはブランキストである、エミール・ウデと、ブリドーの逮捕に対する抗議活動を行う。 第二帝政終演後の9月には、パリ18区の治安監視市民委員会、コミトでビジェランスで出院に参加、委員長に選出され、ここで恋愛関係となるテオフィル・フェレーと出会った。物資に乏しいパリにおいて、生徒用の食堂を開設。また、モンマルトル区長であったジョルジュ・クレマンソートも地偶を得ている。平和的に更新を楽しむ女性、子供、国民兵。 ガーディス・フェドアーズと兵士が友好的に歩調を合わせるという驚くべきデモ行進を組織していたのはこの頃である。一方で当時ミシェルは革命運動のうちでも無政府主義に近い極めてラデカルな一派に灯しておりアドルフ・ティエール政権を打倒するために当時政府機能が置かれていたにもかかわらず警備が手薄であったベルサイユを攻撃するべきであると考え単身で ベルサイユに乗り込み、ティエールを暗殺することを志願するほどであったが、賛同を得られず実現には至らなかった。ミシェル40歳の時パリコミューンが勃発、彼女はこれに非常に積極的に参画した。1871年1月22日には、国民兵の軍装に身を包み視聴者広場で発砲したという逸話が伝わっている。宣伝員。 モンマルトル第62大隊新衛隊員、救護員、戦闘員など活動は多岐にわたり、3イコールベルナールドラシャペル協会の革命クラブにも参加した。3月17日から18日にかけては、モンマルトルの丘での砲撃戦に参加した。ベルサイユ政府がコミューンに攻勢をかけた4月から5月にかけては、クラマール、石イ,イコールレイコール無理能。 ヌイでの戦闘に参加している。5月のクリニャンクールのバリケード戦では、市街戦に参加し、これが彼女にとって最後の前線における戦闘となった。これはその場で拘束された彼女の母親を解放するために投降したためである。この時ミシェルは同志の処刑に立ち会っているが、この中に恋人、テオフィル・フェレがおり、彼女は赤いカーネーション。 レイラッツ・ルーナスと題した別れの死を彼に届けている。フェレはコミューン戦の指導者であったルイ・ロセルと共に処刑された。裁判において彼女は自らの死を要求し、この知らせを受けたユゴーは彼女に捧げたし、ビロ・マジョール、バーメジャーを書いたと言われる。1871年から1873年にかけてミシェルは牢獄に転用されていたオブリブ、修道院。 アバジェディ・オバーブに20ヶ月にわたって拘禁され、国外追放処分が決定された。ベルサイユ政権が広報において、彼女を地に植えたメス狼あるいは、アキレタ・ルイーズ、LA、ボンネ・ルイースなどと呼ぶようになるのはこの頃である。1873年、ビルジニー号で出港、この時コミューンの同志と、サクランボの実る頃を歌ったとも言われる、4ヶ月の 船旅の末ニューカレドニアに到着した。旅の途上、論客として知られていたアンギロシフォール、や、ミシェルと同様に、パリコミューンで活躍したナタリー・ルメルと交流しており、特に、ルメルとの交流はミシェルが無政府主義へ傾倒する契機となったと推測されている。ミシェルは男性と別待遇されることを堅くなに拒否しつつ、7年間にわたってニューカレドニアに滞在した。 この期間に、ニューカレドニア商法、パトッツ・アフィックス・でエル・エ・ニューベル・キャレドニーを発刊し、カナック人の伝説と武ンし、レイジア・アンド・エション・サンズ・でチェステス・カナックスを編纂している。彼女は土着のカナック人に教育を与えようとし、また1878年に彼らが放棄した際にはこれを擁護する立場を取った。これは彼らに抑圧的だった一部のパリコミューン経験者とは、 対照的であった。この翌年にヌメア、ニューメイアに居住する許可を得て教職に復帰し、追放者の子女の家庭教師を行い、ついで複数の女子学校の教壇に立つようになった。1880年11月9日に帰国すると、ミシェルは民衆に熱烈に歓迎され、数多くの講演や討論に参加して疲れを知らぬ、当主としての活動を再開する。帰国の二ヶ月後には、 連載小説の形式で、悲惨、L.A. ミゼルの発表を開始し、これは非常な人気を獲得した。ドレフィウス事件がジャッキーした騒動からは距離を置いていた、ものの攻撃の矢表に立っていた、名優アンリ・ロシフォールを擁護するためである。彼女は終生にわたって、無政府主義運動をよりどころすることを期していた。そして、ルイズは1882年3月18日、 パリのファビエの集会において、社会主義独裁及び民主的社会主義からの決別を明らかにし、無政府主義者として国旗へ帰属することを高らかに述べることとなった。この新しい政治姿勢は、1883年3月9日に、エミール・プゲと共に組織したアンバリットにおける失職者、サンズ・トラバイユのデモとして、直ちに行動へと具体化された。このデモは時をおかずして、 暴徒と化して三軒のパン屋を襲撃し、治安部隊と衝突するに至った。数週間後に、当局へ出頭したミシェルは6月、略奪を先導したとのとがで、禁錮6ヶ月及び10年間口頭殺死の監視下と、するとの判決を受けた。1886年1月、共和国大統領ジュール・グレビにより、恩赦が与えられた。しかしながら8月には再度投獄され、 4ヶ月、放置される。今回は、ジュール・ゲード、ポール・ラ・ファルグ、スジーニ、スシニと連帯して、ドゥカズビル、デカスビル、アベロン県の鉱山労働者を支援するべく、行った論が、その原因であった。コースを拒否したが、最終的には11月に減刑、釈放された。1887年1月、友人、ドゥユバルに対する資材の宣告に対抗し、 死刑反対の立場を表明する。1888年1月22日には、この日の午後に、ルアーブルのゲーテ劇場で演説を終えたその夕方、フクロウ島、フランス革命当時の反革命王党派を指す故障を称する、ピエール・ルカス、ピエール・ルーカスに襲撃され、単銃で2発撃たれ、頭部を負傷した。しかしミシェルは、この襲撃者を告訴することを拒否している。 1890年4月、サンテティエンヌでの演説とビエンヌでの暴力でもの発端となった集会員への参加後逮捕される。一月後、ミシェルの仮釈放が決定するが、同時に告訴された者が放置されていたためこれを拒否。独房をめちゃめちゃに破壊するようになったため医師によって、精神異常として、措置入院が要請されたが、トラブルを恐れた政府はこれを却下した。この時、 ミシェル60歳である。最終的には釈放され、6月4日にビエンヌからパリへと移った。7月にはロンドンへ亡命し、数年間現地で自由主義の学校を運営した。1895年11月13日に、再び帰国した際には彼女を歓迎する群衆が、サンイコール、ラザール駅に集まった。生涯最後の10年間には友人らと共に行った、 ロンドン滞在を挟みつつ、革命思想、無政府主義の重鎮として、パリや地方で数多くの講演を行うと同時に、疲れを見せることなく街頭で戦い続けた。1895年、無政府主義者、セバスティアン・フォールと共に、新聞、絶対自由主義、ルリバーテアを発刊。1896年7月27日には、ロンドンで開催された。 国際社会主義労働者、労働組合会議、コングラスインターナショナルソショリステでトラーバイアエでショーンブラシンディケルズ・バーアーズに参加。デモの際には、数度にわたって逮捕され、6年間の東獄処分が決定されたが、ジョルジュ・クレマンソーの仲介によって3年で釈放された。これは、死の床にあった母親を見舞うためであった。ミシェルに対する警察の監視は、非常に厳しく、 この他にも何回か投獄を経験している。1905年1月、公園アンギアの中途で肺炎に倒れ、マルセイユで没死した。1月21日朝に、パリで行われた彼女の葬儀には何千という群衆が集まった。数多くの者が弔辞を述べ、この中には、フリーメイソン、普遍的友愛支部、LA ロージャで LA、フラテアニーテニバーセルの長の姿もあった。 彼女の母姫にはフリーメイソンの希少と門が刻まれ、セバスティアン・フォールはこれを指し、彼女はいかなる団体にも無政府主義団体にさえ帰属していない。なぜならば無政府主義運動は未だに確立されていないからであると述べたが、一方で、ミシェルが実際に国際フリーメイソン組織、ドロワ・ユマン、1893年に設立され、 男女両生を構成員とするに入会していたとの証言もあるローレラットによる。ミシェルはその死の前年、マドレーヌ・ペルティエの勧めで入会の言葉を述べたと言われる。入会儀式は行っておらず、紹介会員のような形であり、この支部、ロッジの会員は彼女が招待に応じて加盟したことを名誉とし、入会儀式を免除したとのことである。1916年まで、 マイトシルバロアイコールペレオーイコールドイコールセーヌ県の墓所で記念集会が行われていた。1946年には遺骨が同じ墓地の義務に墓地したもの、ビッグティーム DU でイ動と名付けられた一角写された。彼女の墓には今日でも耐えることなく花が手向けられている。フランスの公立幼稚園、小中高等学校、大学のペディメントには 彼女の名を刻むものが多い。また1937年9月24日には、ルバロワイコールペレに彼女を記念して地下鉄駅、ルイーズ・ミシェルが開設れた。2004年2月28日、ボンマルトルとの縁によって、サクレイコールクールの足元のウィレット広場、ルグランドスクエア・ウィレットに彼女の名が冠されることとなった。なおこの会場は、元々の広場の名称となっていた。 漫画家、アドルフ・レオン・ウィレットの反ユダヤ主義的傾向が、パリ市議会で問題とされたという事情もあった。また、パリ政治社会研究所、センター D、エイトゥーズ・ポリティックへで支えアッツでパリは、対話、民主主義、平和の発展に貢献した人物を称えるものとして、ルイーズ・ミシェル賞を主催していい。近年、この、ミシェルの名を冠した賞が、ベン・アリーや、 ホスニーム・ムバーラクなどへ授与されたが、これは、議論を呼んだ。2005年は、没後100年にあたり、様々な記念行事が行われた。パリ市とアクテイズ、CNRS 及び、パリ第一大学と提携している私立文化団体、主催による3月のコロック、ルイーズ・ミシェル、その両団的な肖像、ルイーズ・マイケル、フィギュアで LA ・トラバー・セリット、バレリー・モリニャ監修など、 かつて愛された、呆れた、ルイーズにオマージュを捧げるコロックが二つ開催されている。前期コロックには、ルイーズ・ミシェルの研究者二十二名が集い、ミシェルの現代も輝きを失わない、稽古な人間性に光を当てた。またこの機会に、ピエール・アンベール演出の芝居が制作されている。ルイーズ・ミシェルは今日でも、なお無政府主義運動及び労働運動全般に、とって象徴的な人物である。 成人や異端者の名を関して言及されることもしばしばであり、呆れた、ルイーズ、ボンネルイースと呼ばぬ者は逆に赤い聖母、ベアジア・ルージュと呼ぶ。学識と教養に富む彼女の周囲には常に多くの歴史に名を残した男性たちがおり、彼女が絶命する、その時まで、とはいえ彼らは先に没することが多かったがこうした交友は耐えることがなかった。 アメリカにおけるフェミニズム研究には彼女の影響が残されており、この文脈では郊外の社会危機を描いた彼女の小説、悲惨、L.A. ミゼルもまた重要である。またルイーズ・ミシェルはジョルジュ・サンドと共に19世紀の女性として生前に元奏を行った極めて稀な人物であり、助権拡張運動の火付け役としても評価されている。 ルイーズ・ミシェルが執筆したものには、修正の関心事であった子供たちに向けられたものを含む詩、伝承、物語などが多く、理論的著作はほとんど見られないものの、彼女は自身でそう呼ぶところの社会革命、レバルスヨンソスやる活動によって後世に名を残すこととなったと言えよう。2008年11月29日には、フランス左翼島、2009年、 2月1日正式に、成立の設立準備にあたって、ジャンイコールリュック・メランション、ジーン、リュック・メランションは、ミシェルの名を挙げ、我々は佐藤を設立するにあたり、二つの肖像を、その仕事し、共に歩むこととしよう。すなわち、ジャン・ジョレスとルイーズ・ミシェルであると宣言した。没後に刊行されたものを、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。